まあ、だいたいなんかさ、アクアショップの人って聞くと的確に言ってくれるんだよね。いや、そこはっきりちゃんと言ってくれるからめっちゃ助かるんだよ。でも、でも相当すごい綺麗な構図でできてるんで、いやいやいや、せっかくなんでなんかちょっとやっぱ浮いちゃう葉っぱ入れるよりは、やっぱり、でもさっきからずっとね、あの葉っぱはめっちゃかっこいいとか思いながらね。あ、でも比較的生きのドルスは本当に簡単な部類ばっかなんで。あ、そうなんですか。はい、これもなかなかそんな入ってこないんですよ。へえー、そうなんだ、はい、普通のウルガエスっていうあっちのタイプは結構入ってくるんですけど、はい、この符が入ってるバージョンは。へえー、はい、なんか前もアクアフォレスト来た時になんかこうレア種って言って買ったやつ。あ、そうなんですね。なるほど。そうそう、多分この後ろにいるのなんだっけな、あ、なんだっけ、ほら名前忘れちゃうんだけど、ミドルヤバグリーン。そう、すげえ早っ。こんにちは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日の動画は新宿にあるアクアショップ、アクアフォレスト新宿店からです。他にもお客様が、まあ、いらっしゃったので、今回はナレーションでお送りしております。これはいつだったかな、2020年の12月の頭ぐらいだったかなに撮った動画です。アクア雑誌なんかにもよく登場するアクアフォレストですが、新宿店は、新宿サブナード内、地下ショッピングモールがあるんですけど、その新宿サブナード内にあるお店です。都内のお店なのですっごい広いわけではないんですが、とにかく水草の種類が豊富、なんかね、素敵な水草がに必ず出会えるなって毎回思います。アクアフォレストは他に、空町店、スカイツリーのところですね、ショッピングモールの空町店もあります。そちらもね、1回だけ行ったことあるんですけど、そこは、おかん水槽ですね、おかん水槽一式をいきなり買ったお店ですね。スカイツリーの中にある、すみだ水族館へおかんとおかんの娘、私の友達ですね、一緒に行って、そこで感銘を受けたおかんがいきなり空町店へ行って水槽一式を勢いで買うっていう、まあ、私は新宿に来ることはよくあるので、まあ遊びに来た時にはできるだけこちらのアクアフォレスト新宿店には寄りたいなと思っております。アクアショップってなんかそれぞれのお店で特徴がありますよね。例えば先日行った丸山さんのところなんかはレイアウトがすごく参考になるし、あとはパウパウアクアガーデンなんかは、あの水槽グッズ、機械類みたいなものがすっごい豊富だったりとか、まあ、チャームさんは郊外にあるお店なのでとにかく敷地面積が広い、小動物なんかも取り扱っている。で、アクアフォレストは私の中では水草のとにかく種類が多い、なんか珍しい種類の水草とか見たことないものに出会えるなっていう感想です。まあ、つい先日アップしたアクアフリーなんかは、まあ、アットホームなところがとてもいいですね。あ、では生態のコーナーですね。生態もね、すごく元気、綺麗ですよ。で、水槽一つ一つがピッカピカです。生態もね、本当はね、買いたいなーって思うんですけどね、ちょっと長旅になってしまうので、あ、かわいい、ピンポンパールや。金魚さんはね、買いってみたいんですけどね、なんか病気とかになりそうで怖くて、未だ飼ったことはないですね。
レイアウトも一つ一つかっこいいですね。でそもそも今日は何をしに来たかというと、私のリウム三兄弟の末っ子アクアテラリウムのリセットのための商材を、レイアウト素材ですねを買いに来たわけです。未だにレイアウトリセットするする詐欺でやってませんけど、アクアテラリウム小さいのでドゥアのちっちゃいサイズの水槽なので、それに合うような小さな石を探しております。なんかたまたまセットでお得価格っていうのは2袋あったんで、これを購入しました。未だに開けずにお家にありますけれども、なんか川みたいな感じにこの時はしたかったんでしょうね。こういうなんか砂利みたいなのにも興味を持っておりますね。セットじゃなくって1個ずつこう小さな石に値段がついたような、この下のところのですね、下、あ、ちょっと見えないな、動画が切れちゃってるな、それで1個1個自分の好きな石を探すかセットにするかちょっと悩んで、結果めんどくさいんでセットにしました。あとは大事な相棒、信頼のブラックホール、ブラックホールと、あとはこちらですね、リバースグレインフレッシュ、この2つがね、私とフィルターの中には入っております。リバースは以前行ったパンパワーアクアガーデン銀座店のお姉さんに勧めてもらったもので、その時に結構黒ひげゴケに悩まされていて、そんな話したら使ってみてくださいってことで、それが良かったのか分かんないですけど、黒ひげは知らないうちになくなりましたね。ちょっとありますけど、でここのコーナーにまた戻ってきたんですけど、このなんかドワーフリシアっていうのが気になってて、ちょうどアクアフォレストのレイアウト水槽にこれを使ったのがあったんですよ。それがめちゃくちゃ綺麗でやってみたいなと思ったんですけど、なんか難しそうだったので結果やめました。こういう風に必ずこう水草のところに説明書きがあって、初心者向けだったりとかすると、あの若葉マークがついてたりとか、あとは、二酸化炭素とか光とかの、量みたいなものもね、分かりやすく全てに書いてくれてるので、とても安心して選ぶことができます。よく水草水槽にいるこのお魚さんは何ですかね、なんていうお魚さんなんですかね、土壌系の。よく水草水槽で見かけるような気がするんですが、かわいいですね。で、私あるあるなんですけど、なんかこういうところにせっかく来たのに、いろんなものを見すぎて、なんか軽くパニックになって、何が欲しくて、何を買えばいいかわかんなくなって、結果、あんまり買えないっていう。なんかいろんなものを見出したら、わかんなくなっちゃうんですよね。そんなしょっちゅう来れるところじゃないんで、後悔のないように買い物したいなっていつも思うんですけど、はい、ありがとうございました。すいません、めっちゃ助かりますなるほど。大体なんかさ、アクアショップの人って聞くと的確に言ってくれるんじゃない？そう、なんかはっきりちゃんと言ってくれるからめっちゃ助かるんだよ。でも相当すごい綺麗な構図でできてるんで、せっかくなんで、なんかちょっとやっぱ浮いちゃう葉っぱ入れるよりは、やっぱりさっきからずっとね、あの葉っぱはめっちゃかっこいいとか思いながらでもどこに入れるんだろうなとか思って、
ったんですよ、はい、そうだ危ない危ない、また同じミスを繰り返すあ、でも比較的エキナドルスは本当に簡単な部類ばっかなんで。あ、そうなんですか。はい、ありました。ありかなと。あ、どれにするかな。どれかはじゃあ絶対買ってこう、なんか入れたいんだもんな細葉が多いから丸いの入っててもいいよね。そうですね、はい、ね。でもしこれにするんだったらここのここら辺とかの奥に潜ませとけばいい。あ、そうですね、それでもありかと思います。ここにいるのって ボルビですか。ボルビです。あ、なるほど。ボルビが多分深い緑色を演出してくれると思うんで、はい、ライトな色合いの緑でも全然合う。あ、そっかそっか、はい、全然合う。本当深い色のエキノドルス選んじゃって逆にちょっとなんか水系的にバランスおかしくなりそうな感じがするので、はい、明るい色の方がどっちかっていうと。あ、そっかそっか、はい、あ、まあ赤すぎると正直ちょっとやっぱ浮いちゃうんで、こういうやつだと、うん、はい、ちょっと緑色系の赤の方がいいかもしれない。あ、明るい方、うん、明るい色の ね、はい、緑ですね。そうですね、はい、どっちかだな、こっちかこっちかどっちかだな、なよな太い葉っぱがちょっと好きだったらこっち、細い葉っぱだったらもうこっち、うん、なんか多分細葉が好きすぎてどん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 細葉が集まってきたと思うんですよね、はい、あ、全然いいと思います。それはそれですごい合うと思うので。あ、そうか、はい、ちょっとシャープな感じにするんだったらでもこっちですね。そうですね、そっちの方がいいと思います、ね、これもなかなかそんな入ってこないんですよ。へえー、そうなんだ、はい、普通のウルグアイスっていうあっちのタイプは結構入ってくるんですけど、はい、この服が入ってるバージョンは。へえー、はい、なんか前もアクアフォレスト来た時になんかこうレア種って言って買ったやつ。あ、そうなんですね。そうそうそう、多分この後ろにいるのなんだっけな、あ、なんだっけ、ほら名前忘れちゃうんだけど、ニトルヤバクリ。そうすげえ早っなんかそんな感じがした。そうそう、なんかレア種のなんかバリスだったらそれぐらいかな。そう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 、ちょっと渋めの色で、はい、もう多分1年ぐらい経つんですけど買って、はい、全然元気です。そうですね、こいつはもう相当丈夫なやつなんで、はい、オーストラリア原産の。あ、そうそう、書いてあった書いてあった。そうです、ね、そうです、はい、なんかその最後の一株って書いてあって。そうですね、これもなかなか流通、もうワイルド株っていうか野生の株入ってこないんじゃないですかね。もうブリードされてる株しか基本的には。あ、そうなの。ないですね。へ、はい、よかった。なんかそういうの嬉しいな。パパちゃんこれにします。でもこれで、はい、確かに、じゃあ音にしますね。はい、すいません、ね、こうやって適当カップに売ってくれるからいいんだよな。近くにアクアショップないんで、私静岡から来てるんですよ。今日ですか。そう、ありがとうございます。たまに静岡から来るんですよ。そうなんですよね。ありがとうございます。今日乗りました。今年出さなかったんですよ。あ、そうなんだ。じゃあぜひとも今作ってるやつで今年出し。そうです、ね、あ、来年ですかね。はい、出していただければ。いつのタイミングでも大丈夫なので。あ、ありがとうございます、はい、やっぱり水草が綺麗だね。先生、またお待たせ。あ、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか。あ、かしこまりました。あ、持ちします。はい、はい、はい、かしこまりました。はい、本物。下の名前書いてみました。本物じゃないですよ。本物じゃないですよ。本物だよ。え、違いますよね。ほら、動いてる。生きてますよ。かわいい。これ大きくなりますか。あ、大きくなります。ウーパンぐらいにはなっちゃいます。あー、なるほどね。はい、かわいい、めっちゃかわいいよね。そうなんだ。なんか作り物みたいにかわいいよね。そうですね、その時ぐらいしか反応しないんで。かわいい。はい、じゃあ8295円。はい、出てます。じゃあもう機械の待ってますね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またお待ちしてますので。はい、また来ます。ありがとうございます。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉チャンネルを登録してみんなでアクアリウムを楽しもうということで、また別の動画でお会いしましょう。さよなら。